土月賞は、中国の犯罪組織指導者、実業家。秘密結社、チンパンの狩猟で、1920年代から1930年代にかけて、黄金栄、長少林と共に、上海暗国外の三大ボスとして君臨し最も、勢力が強かった。上海市保東新区の高橋鎮の貧しい家庭に生まれ、4歳で、 母親を6歳で父親を亡くし、おじ夫婦に引き取られた。祖母には可愛がられたが、賭博に明け暮れる。不良少年だったため14歳になると、タンの16橋家にある、果物屋で、デッチ暴行に出された。すぐに辞めて、チンピラとなり間もなく、チンパンに入会し、上海の暗黒街の顔役である、黄金坂への屋敷に出入りするようになる。権力者だった黄金栄の妻に取り入って、 次第に実力を認められアヘン運送を取り仕切るように、なり黄金栄長超少林ともに、アヘン売買会社、サンコンスを設立し、巨額の利益を得た。そして軍罰とトラブルを起こし誘拐された、黄金栄の救出に成功したことからその名を高め、その時彼と義兄弟のちぎりを交わした。そして長少林、黄金栄とともに、 上海暗黒街の三大ボスに数えられるまでになった。国民党が北伐を開始し1927年に上海に到着すると司令官の小解析に接近。1927年4月、中華共進会を結成し、共産党を弾圧した上海クーデターでは、親しかった上海総公会委員長の大久しかを呼び出し、 殺害、手下を使って何百人もの共産党員、労働者を虐殺した。そのことから、南京国民政府誕生後は、軍や政財界にも影響力を及ぼすようになる。小解析から、少々の肩書きを授かり、国民党政府海陸空軍総司令部顧問、上海市抗日旧国会常務委員、中国通商銀行当事長、国民党政府行政院参事、 上海フランス疎開化等など様々な分野の養殖についた。1929年には銀行を設立し、フランス疎開内の莫大な資金を一手に吸い上げた。1930年代は絶頂期であり、最も有名なのは1931年に行われた都科指導の落成式で8万人もの人々が祝いに駆けつけ、 政財界のみならず各国の外交団代表までも訪れた。彼は上流社会の名士となり、事前事業も精力的に行った。老子紛争の調停にも活躍し1932年には政治団体、久し社を設立している。人々は困ったことが起きると、と月賞を尋ねて解決してもらっていた。しかし1937年に、 第二次上海事変が発生し日中戦争が勃発すると土月賞はイギリスの植民地である香港へ避難しそこから上海と国民党政府がいる重慶を結ぶフィクサーとして活動した1941年12月に日本軍の英領マレー侵攻をきっかけに太平洋戦争が勃発し日本軍に香港が占領されると重慶に逃れ 国民党の支配地区と日本の占領区との物資の流通で大儲けをした。日本が降伏し、戦争が終結した1945年には、上海に戻ったが、予想に反して歓迎されなかった。国民党上海市産議会の初代議長や、第一期国民大会代表などを務めたがすでに、落ち目になりつつあり、1948年に産卵が、 株の投げ売りで逮捕されたことで決定的になった。渡月賞と思小古冬1949年に国境内戦で国民党が共産党に敗れると妻子と共にイギリスの植民地に復帰した香港に逃れた。1950年、強撃の明確であった猛暑冬と香港で結婚した。晩年は長年のアヘン休印によって 健康を害死1951年に病死した。ありがとうございます。